金配ったたのうままくいきましたねいやだからあれね私マイナポイント発案者なんですけど、ねうん、発案者って言作ったのは役所だけどそれ政治家として取り上げて、はい、2018年に、はい、当時ですねまたコロナが来る前に消費税を上げるための経済対策で何かないかって言われて当時岸田さんが政調会長だったんですけど、はい、あのマイナンバーカードに1万円分のポイントをつけて1億枚配りましょうって1兆円っていう提案をしたんですよね。まあ、その時は却下されて、はい あの形にならなかったですけど。あれうまくいきましたね。まあいやうまくいったと思います、ね、あれ,あれ俺もちょっと PR に協力したみたいな感じになってます。だってこれね。えー、だってさ、うん、マイナカードを作って1万ポイントとか。五千。五千円か。五千,千か。で。現金積み付けたら七千ぐら円か。であとは後は口金受取り口座で七千ぐらい。そう,そう。 で二万円ぐらいもら二万円もらえる私もあのお金っていうかポイントがもらえなかったら作ってませんでした。ああね、うん。釣られました。そうそうで後はあれまたいろんな技術使うと、もうマイナンバーカードそのものがそのなんてウェブ3のコールドウォレットになるんで。はい あれで支払いとか受け取りとか nft もらったり福引けもらったりできるようになるので、でのあとスマホにあの振ってくのとカードであの充実するのと両方はいくと思うんですよね。うん、うん、まあ、だから、うん、結局そのなんか処理水の問題とかでも同じですけど、マイナンバーカードだって。マイナンバーカード返納します。みたいなラサール石井みたいな。いな変なやついるじゃないですか。あれ、何なんですか？<laughs> あのラサール石井さんがどうかは別として。 わかんないですけどマイナンバーカードを返納してもなんていうのかな逆に政府はチェックできないそ<う>だから政府を信用できないからマイナンバーカードを返すんじゃなくて、うん、政府を信用できないんだったらまさにマイナンバーカードを持って<う>マイナポータルにログインして自分の情報はどう使われてるかを見た方がいいよねでマイナンバーカード返しちゃったら その手段がない。そもそもだって法律で全国民というかそのにマイナンバーは振られて、されてるから、扶養されてます。それはだってもうもう誰全員振られてるんで、で<う>カードはそう利便性を高めるために持ってるっていうことなんですよね。ただねやっぱり我々の反省は頭で割り切ればね、はい、それはログインしたらログアウトするよね。 って思ってたわけですよね。うん、デジ庁の人たちは、は例えばあの役所で紐付けしますと口金受け取口座をって言った時にログアウトしないで次の人がやっちゃうから上書きされちゃったと。うんうん、でもやっぱりデジタル庁だからシステムだけうまく回ってれば俺の責任じゃないよとはもう言えないんですよ。やっぱり政府あげての DX なんで、はい。あ、あの問題ってそれだったんだ。あ、そう,そうそう。あの役所でサポートしてもらうわけですよ。自分で。 そうすると役所の補助員がログインしますよね、うん、代わりに代わりにっていうかサポートしてで終わる前に何か行っちゃったりログアウトしないまんま次の人がやり始めちゃったりしたんで上書きされてなるほど、ね。でもそれもやっぱりまあ我々はですねアナログの現場がどう回ってるかとあとそのソフトデジタルの,あのシステムと両方やっぱり見ないと。うんまあ ダメなんでそこのやっぱりイマジネーションちょっと弱かったんじゃないですかと、うん、まだここはちょっと胸つき発丁厳しいとこだけどソリューションはだいたいもう決まってるのでまあ頑張って丁寧にだからまあ河野さんも丁寧にね切れ気味の発言は厳に控えていただいて、うん、丁寧に説明してやるってことが大事